モムラーチャオンセイニー・プラーモートは、タイの政治家、外交官である。民主党に所属し首相を3度務めた。また、対応室の一員でもあった。ラーマ2世の子孫にあたるカームロブ親王と正界の勢い家であった文のク家出身のモムデントの間に生まれた。オックスフォード大学スターカレッジで法学の二級学位を取得した後、ロンドンのグレー放送院で研究を続ける。 大帰国後は最高裁判所収集生として6ヶ月間、逮捕を学び、民事裁判所に勤務した。その後外務省に移り、中米大隊士としてアメリカ合衆国に送られた。チュラーロンコーン大学で名誉博士号も取った。セーニープラーモートとその妻。この写真は1944年に撮影された。1941年12月8日。 早朝、日本軍がタイに侵攻し、プレイク・ピブンソン・クラーム首相により、日本軍がマレー半島とミャンマーへ侵入するに際したいの軍事施設を利用できることを認めた、休戦協定が締結され、さらに12月21日には、日本との間に正式に非対抗主導名条約が締結された。また、 ピブーンソンクラーム政権は1942年1月25日にイギリスとアメリカに宣戦線布告をした。中英大使はこの宣戦線布告をイギリス政府に届けたが、セーニーはこれを拒否、アメリカでの抗日運動を組織しようと考えた。12月8日午前にはコーデル・ハル国務長官と会談し、中米大使館において、 大使館員満場一致で連合国側と運命を共にすることを決定した。同日午後には連合国に対する協力を国務省で提案した。タイの早期降伏を新日分子の責任に返した。彼は戦争の遂行のためのアメリカ国内における大使館の凍結解除について春と会談し、在国大人が政府が日本の焼中にある間、真に 愛国的で自由を愛するタイ人の政府を組織し維持することを提案した。国務省は、セーニーがタイ政府を代表し続けているように行動することを決定したため、セーニーは凍結されていた大資産を利用することができた。彼は、連合国を支持するタイ人のボランティアを動員する計画を進め、外交官とその家族以外にもほとんどの留学生が参加した。 彼は、バンコクに戻った当日1945年9月17日に、首相に就任した。しかし彼は、極めて不愉快な面持ちであったプリーディー・パノムヨンの、信奉者によって占められた内閣の主犯としての地位を、見出すだけであった。プリーディーはクワン、アパイオン政権時と同様、政権の背後で勢力を振るい続けた。 セーニーは弟モムラーチャオンククリット・プラーモートと共に1946年に新結成された民主党に参加した。1947年11月に民主党はタワン・タムロン・ナーワー・サワット政権の追い落としのため不平将校と協力し、その見返りとしてセーニーがクアム・アパイオンによる政変により成立した内閣で閣僚の椅子を得た。 その後彼は弁護士の仕事に戻ったが、軍事政権下において民主党員の席を維持していた。彼は1975年2月26日から3月14日までの短期間、再び首相を務めた。辞任後、彼の弟であるククリット・プラーモートによって継承されたが、ククリット政権も短命に終わった。1976年4月20日に生には、 政府主犯の地位を取り戻したが、この最後の任期は国家の危機の時期に当たっていた。左翼学生と右翼組織との対峙は1976年10月6日のタンマサート大学虐殺事件に終わり、クーデターを宣言した軍により、生人は退去させられた。彼は民主党党首を辞任し、政界から引退した。以後、彼は弁護士として働いた。 ありがとうございます。